山形市のホタルの生息地域周辺で清掃活動が行われました。この活動は東沢ホタルの会が主催し、 NTT 東日本グループの社員およそ20人が参加。ホタルの見頃は7月中旬には終わったということですが、来年もホタルが育ちやすい環境を整えようと除草を重点的に行いました。その地域に貢献してるなっていうことが実感できて、すごく、気持ちいいですね。どんどんいい環境を作っていけたらなと思います。来年も見頃を迎える前に清掃活動を行う予定です。